おはようございます。今日は5月の10日、時刻は5時15分頃です。今日はですね、昨日と打って変わって、昨日雨がすごかったんですけども、今日は綺麗に晴れてますね。気温は今0度です。ちょうど0度ですね。これから軽く朝食を食べて、それからバスのチケット予約してありますんで、8時のバスに乗って黒部ダムの方に向かいたいと思います。はい、それでは切符を買ってみたいと思います。切符はすでにウェブで予約していますので、専用券売機でやってみましょう。大人2人、はい、切符2枚出てきました。
お立ち物、お忘れ物、ございませんようお気をつけください。降り口は左側です。プラスカビラご注意ください。膝に来るな。10分じゃあもうちょっと、どうぞよかったら景色など見ていってください。よいしょ、すごい。安全のため山へ行く急停車する場合でございます。お荷物などをご注意ください。では間もなく発車いたします。
あ、着いた。最終目的地。こっちか。スピード狭いな。しました。あ、あれはスノボーか。すごいな。上がったバスか。乗らないよ、歩くだけ。全然寒くねえな。手袋いらないで。行こうか。
やー、雪の上歩くの気持ちいいな。うん、サングラスいっぱい売ってる。本当だ、2316メートルの大観峰駅から標高